ってことで食べていきますね。うん。びっくりですよね。これだけでね、もう一本ポロってんだからね。で、さすがにこれ、この手のやつはね、一企画として出すんじゃなくて、で、前はね、緑のチャンネルの方でやろうかなと思ったんですけど、やっぱしね、あっちの方でちょっと雑談あげると、やっぱしあっちの方は、まあ、もともと、政治的な発言をしますよ、みたいな感じでね、立ち上げておったところなんでね、やはりね、あんまり、お客様の方の、ニーズに応えれないなということなんで、雑談もね、含めて、発言力もね、あれなんでね、まあ、こっちの方のコンテンツとしてね、例のスミカップ、サブチャンっていうね、最近、流行ってるシステムですね。あんな感じでですね、まあ、シリーズのやつはね、全部、ね、番号を振ってあるんですけど、さすがにそのシリーズに出るのもね、どうかなっていうようなね、こういった雑談だけのやつはね、まあ、ほぼほぼメインのやつも、トークメインなんでね、あれなんですけど、企画時代がね、いう中ではありますけどね、まあ、こういったね、ちょっと食べたりするようなね、簡単なやつもね、ちょっと上げていきながらね、まあ、1日1本以上ね、ちょっとコンテンツ数ね、思ったんですよ。2000本まではちょっととにかく量を出そうかな、メインチャンネルでと思いましたんでね。まあこういったね、雑談のやつもね、小出しにしながらね、やっていきたいなと思います。いやー、たまに食べたくなりますよね、こういうね、やつ。もうちょっと本格的なの食べたくなったらね、四日市なんでマグロレストランっていうね、マグロ丼で有名なところがあるんでね、そこ行きゃね、1000円ぐらいですね。ボリューミーな海鮮の食べることもできるんでね。全然ありなんですけど。あ、これね、やっぱミニストップだったらね、まあ、三重県めちゃくちゃ多いんですよね。四日市この辺り。まあ、もともとイオンのお膝元ってのがあるのか知りませんけど、めちゃくちゃ多いんで、もともとミニストップが手に入れやすいんですよね。重宝します、この手のやつね。なんでしょうね。もちろんそういった、海のところで行ってね、食べた海鮮のとかも美味しいんですけど、なんか妙にこれはこれで食べたくなるときあるんですよね。定期的に来るのがこれでしょ？ミニストップのこの、ネギトロ丼と、あと定期的に来るって言ったらやっぱ、まあ、ケンタはね、皆さんよくあると思います。ケンタッキーね。あれもなんか食べたくなるときあるんですよね。妙に。話しとったら食べたくなってくるから、怖いわ。あとは何かな。ダブルチーズバーガーもあるっちゃあるけど、まあ、最近定期的に食べるようになってますけどね。特に今がね、夜勤明けが夜中の2時、3時とかなんで、そうなるとね、結構選択肢がね、狭まりますからね。で、その前に夜勤やってた時は、逆に6時とか7時くらいに終わりになるんで、6時、7時とかだったんでね。そうすると逆にもうモーニングになっちゃうんで、朝マックになっちゃうじゃないですか。で、私はまあ朝マックで好きなメニューがないんで、そうするとね、必然的にマックに行く確率が減りますし、で、朝のモーニングがね、空いてくるんで、よく使っとったのは当時ガストですね。実はガストのモーニングは優秀でしてね。結構お世話になってました。四日市の人ならね、ピンとくると思いますけど、磁石のところ、あ、磁石って言ったら分からないか、四日市インターの、東名阪のね、近くのところ。四日市インターの近くにあるガストあるじゃないですか。で、朝の7時台とかね、で、ちょっと遅くなると8時台とかにね、残業とかすると8時台とかにその辺り通る形になってくるとですね、まあ、特にもう7時台からですよね、めちゃくちゃ混んでくるんですよね。で、小諸の方から四日市方面に向かうんで、帰宅する人はほとんどいないんですけど、出勤する人がめちゃくちゃ多くて、まあ、出勤ラッシュになっちゃうもんで、まあ、混むんですよ。で、あれ面白いもんで、ちょうど四日市インターのあたりまでが混んで、その先から細くなるところね、
先から米山街道の堤防沿いに入っていくところね、あそこがもうめちゃくちゃ混んでくるんですね。なもんで、手前のガストが7時から、モーニング始まるんだったかな、7時からだったような確か。で、いうので、そこにですね、滑り込んでですね、手前までするといって、で、まあ、道がね、一通り、混んでね、する時間帯をね、そこでゆっくりと、まあ、待ちながら、まあ、当時はまだ観光でやっておったんでね、観光で回したりとかしながらね、過ごすというわけでございます。で、そうすると、あそこのモーニングって、ドリンクバーがついてるんですよね。で、ドリンクバーの中に実はガストってドクペがあるんですよ。あれもね、最初知らんかったんですよね。で、それで、まあ、たま使ってみるかと思って使ってね、ふーっとね、ベンダーのね、機械見とったコーラがあってね、ふーんって見とったら、ドクペ、え、ちょっと待って、ドクペ、ちょっと、嘘だろ？え、ってことはモーニングがしっかりと食べれて、ご飯を大盛りかプラス50円とか無料かでできて、ね、パンにもできるしね、モーニングなんでできるし。で、卵焼きをね、結構ね、しっかり焼きにするっていうことができるんですよ。言っといたらね、言っといたら、オーダーのところでよく焼きでお願いしますみたいな感じにしとくと、結構しっかりと焼いてくれるんで、私目玉焼き、ガッチガチに黄身が硬くないと、どっちかっていうと嫌な人なんですよ。ガッチガチに、焼き入れてほしい人なんで、そのあたりとかもね、さすがガストさんですね。そのあたりとかもね、ちゃんと、対応してくれますし、で、飲み放題。もコーヒーでも飲みながらちょっと時間潰そうかなと思っとったら、ドクペがある。ちょっと待って、それはね、ちょっとね、ぜひね、あれはね、ちょっと上り立てるとかして、ね、ガスト、ドクペありますってね、しとかないとね、いや、これ、知らなかったんで、もう、大発狂しそうになりましたからね、ドクペって言って、ドクペ大好きです。コーラ全然飲まないんですけど、ドクペはもう大好きで、炭酸飲料で唯一だ、好んで飲むドリンクがドクペですね。他は基本炭酸飲料自体があんま得意じゃないんで、で、コーラもあんま好きじゃないですよ、正直言うと。コカ・コーラもペプシも、だし、まあ、コカ・コーラとペプシが並んどったらペプシ行くかなっていう感じなんですけど、そもそもそんな好んで飲まないよっていう感じなんですけど、ドクター・ペッパーは別です。ドクター・ペッパーかスプライトかっていうところなんですけど、スプライトは結構、お酒で割って飲むのに使うのによくやりますけど、ドクペはもう、万能っす。もう最強っす。なんで、もうそのドクペが飲み放題と知ってからはね、相当ヘビロテで通ってドクペを飲みまくってましたね。5、6杯は飲んでましたね、1回で。ありがたいですよ、だって。3、400円払って、モーニングが食べれて、ドクペが飲み放題ですよ。全然もっと取れちゃうじゃないですか。怖い。なんていうすごいんだ、ガストって思いましたね。で、空いてきた頃合いに家に帰ってていいね。ことやってました。なんかね、一昔前に、ジョイフル通った頃は思い出しましたけどね。このミニストップの丼はね、ちゃんと偉いのが、最近流行りの森になってなくて、ちゃんとご飯が入ってるんでね、ちゃんとしっかりと食べた感が出ていいですよね。ただこの、食べながら雑談はね、気をつけないといけないから、食べながら喋るってなるんで、基本的にペチャ食いになりがちなんでね、そこがね、結構、マナーとしてね、よく、批判を浴びやすいところなんで、気をつけないといけないなぁと思いながらもね、基本的にその食べてなくても、どっちかっていうとペチャ食いなんですよね。口開けて食べちゃう人なんで。それはよくマナーで怒られるんでね、気をつけないといけないんですけどね。結構無意識になっちゃうんで怖いですよね。ただ、これに関しては、ちょっと言い訳をさせてもらうと、前ね、今入れ歯になったじゃないですか。入れ歯になる直前っていうのは、もう歯がガッタガタだったもんで、口をね、閉じたまんま噛むことができなかったんですよね。開けないと、うまいこと噛み合わないようなぐらいまでひどかったんで。それもあってですね、無意識に開けてましたね。こうやってね、話をしとるとね、
気をつけるんでいいんですけどね。あと収録ならね、喋ってないところはね、もくもくしてるところはね、カットしてしまえばいいんで、ね、ライブだとね、どうしても、特に一人でやってるライブだとね、繋がないとなーってなってしまうんでね、そこのところ意識しちゃうんであれですけど。うん。よっしゃ、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでですね。まあ、あとは、また後半、動画編集やりながらね、やっていきたいと思います。あと、折り見て、もう食レポ第2弾も用意してあるんで、これの話もね、しながらやっていきたいなと思ってますんで、まあ、ひとまず食べたんで、ちょっと作業進めてね、やっていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。これからこんな感じでとか、なんか昼間とか、昼間のがいい、夜中のがいい。いつがいいんだろう、夜中だと通知が行くと結構迷惑かなとかと思うんでね、なるべく夜中はね、ツイッターとかもね、なるべくつぶやかんように対応とかは考えてるんですけど、どうなのかな？今のやつってね、夜中だと自動的にね、音出やんようにとか言っていう設定もあるんでね、まあ私の場合は交代制なんであれね、そのあたりとか設定が難しいんで手動でね、やってますけどね、うん。まあ、よかったコメントだってね、これぐらいの時間帯がいいかなっていうのをね、入れといてもらって、メインがね、5時っていうのは、あれはちょっと戦略があるんでね、基本的に5時投稿でやってますけど、このいったね、サブのやつをね、どこで入れるかっていうのがね、ちょっとね、一応多分、お昼休憩前ぐらいのところに合わせてね、10時ぐらいを狙ってね、入れる形になると思いますんで、そうすれば10時休憩でね、チラッと見たりとかできます。うちのところで10分ね、5、6分とかで多分まとめてやると思いますんでね、そのあたりとかね、一応考えてるんでね、まあそのあたりとかでね、またね、ご意見、ご感想ありましたら、コメントをどんどん入れていただいたらありがたいなと思いますんでね、よろしければまたね、チャンネル高評価とかね、いろいろいただければと思います。ということでですね、チャンネル登録が。言いないでねえな、こういうのね。ということで、まあ、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。